こんにちは。ハロプロ速報の時間です。先日開催が決定したハロープロジェクト研修生発表会2024春の公開実力診断テスト、期待のメンバーなどで議論が盛り上がる中、課題曲の一覧が明らかになりましたね。そんなニュースについて、詳細や注目ポイント、ネットの反応について詳しく解説していきます。このチャンネルでは、ハロプロの最新情報や見逃せないコンテンツをお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。春の公開実力診断テストとは、ハロープロジェクト研修生発表会春の公開実力診断テストは、ハロプロ研修生たちがソロパフォーマンスでレッスンの成果を披露する、1年に1度の重要なイベントです。参加したファンが良かったと思う研修生に票を投じ、最も票を集めたメンバーにはベストパフォーマンス賞が与えられます。その結果がデビューに影響することも多く、毎年大きな注目を集めますね。今年は5月4日に東京都の立川ステージガーデンで開催されることが決定しています。詳細は以前の動画でも解説しているので、ぜひご覧ください。課題曲の一覧を発表。そんな実力診断テストでは、課題曲と自由曲の計2曲でパフォーマンスを競い合います。選曲から衣装に至るまで全てが自己プロデュースの自由曲審査に対し、課題曲審査は先生などの大人たちが指定した曲の中から1つを選んで披露します。衣装や準備期間などの条件が平等で、より実力が比較できるステージと言えます。そんな課題曲ですが、3月25日に放送されたハロドリにて、選択できる楽曲の一覧が発表されました。1曲目が、モーニング娘。23のすっごいフィーバー。2曲目が、アンジュルムの愛すべきべきヒューマンライフ。3曲目が、ジュースジュースの意地悪しないで抱きしめてよ。4曲目が、椿ファクトリーのスキックスキックスキック。5曲目が、ビヨーンズの恋愛奉行。6曲目が、お茶の馬の素肌は熱帯夜。7曲目が、ベリーズ工房のゴールデンチャイナタウン。8曲目が、キュートのまっさらブルージーンズ。9曲目が、コブシファクトリーの年には年。10曲目が、カントリーガールズのブギウギラブとなっています。過去2年は6曲が提示されていましたが、大幅に選択肢が増えましたね。ここ10年で活動していた、ハロプロ全グループの楽曲を網羅しています。既存グループの曲は比較的最近のものが多く、グループとの相性を図るのが目的なのでしょう。一方で解散や活動休止をしたグループの楽曲においても、再びその路線をハロプロに復活させたくなるような研修生の魅力が見えてくるかもしれません。各メンバーの選曲結果が待たれます。各課題曲の注目ポイント、それぞれの課題曲について、特徴や注目ポイントをまとめておきましょう。まず1曲目のすっごいフィーバーは、最新ツンク曲ということでとにかくリズムが尖っています。見せ場で表情をしっかりと作りつつ、最後までリズムを維持して歌い切るスキルと体力が求められます。モーニング娘。の楽曲といえば、過去には松原ゆりやちゃんが Are You Happy やティーネイジソリューションを見事に歌い切りましたが、あれほどの完成度にはそう簡単に到達できないでしょう。かなりハードルが高いナンバーだと思います。ただ、最近はつんくさん自身も実力診断テストをチェックしているようですし、アピールするという意味で挑戦する価値は大いにあるでしょう。2曲目の愛すべきべきヒューマンライフは、アンジュルムオタクでおなじみの堂島康平さんの作詞と作曲を手掛けました。実にアンジュルムらしい、楽しくはっちゃけた曲です。しかし、アンジュルムだからこそ良いという側面はかなり強め、キャラクターをアピールするにはもってこいだと思いますが、実力診断テストとして価値を狙うには少し工夫が必要です。楽しそうで終わる可能性が高いと考えると、こちらも難易度は高いでしょうね。3曲目の意地悪しないで抱きしめてよは、ソロパートが多めのジュースジュース初期曲、実力診断テストとしては勝負を仕掛けられる楽曲だと思います。また、先日公開されたつんくさんとジュースジュースの対談記事では、ジュースジュースの初期の曲は、リズムを短く取ってないと歌えない曲をあえて渡してきたとつんくさんが語っていました。ダイナミックなスキルだけでなく、細かい基礎力にも注目です。4曲目のスキックスキックスキップは、タイトル通りの明るく爽やかな楽曲、こちらも楽しそうで終わる可能性は十分あります。しかし、椿ファクトリーの楽曲は可愛さと同時に、根底でしっかりとスキルの光るものが多い印象です。自分の持つ様々な魅力を、バランスよく見せることができるのではないでしょうか。新人が多い今回の実力診断テストにおいては、最も適した楽曲だと思います。5曲目の恋愛奉行は、実力診断テスト初となるビヨーンズ楽曲です。歌やダンスの基礎的なスキルに加えて、貫禄ある表情やセリフっぽい歌い回しなど、実に多くの能力が求められます。また、ソロであることを忘れさせるほどの賑やかさを見せなければ、かなり厳しいステージになりそうなのも懸念するところ。一方で35期メンバーに関しては、最近の発表会で立て続けにビヨーンズ楽曲を披露しています。そこでの歌いこなしを見る限り、
曲との相性は良さそうな表現力を3人とも持っていました。1人は選んでほしいなと思ってしまいます。6曲目の素肌は熱帯夜も実力診断テスト初となるお茶の間楽曲です。一見するとスキルの高さは感じにくいグループかもしれません。しかし研修歴の長いメンバーが多いだけあり、基礎の硬さが物を言う楽曲をさらりと歌いこなしています。簡単だったからと選んでみたら意外と難しかったということはあるかもしれません。ただお茶のお間オタク以外からも人気の高い楽曲ということで、歌ってくれただけでひいき目に見ちゃったりするんでしょうか。7曲目のゴールデンチャイナタウンは2013年にリリースされたベリーズ工房の楽曲。実力診断テストにおいては2018年にゲンビヨーンズの西田しおりちゃんが披露したことでもおなじみ、なぜかキャラクターショーという結果でしたが、歌とダンスを両立させたレベルの高いパフォーマンスを見せつけたことに間違いはありません。今回も勝負曲の一つとして注目を集めるでしょう。8曲目のまっさらブルージーンズは2006年にリリースされたキュートのファーストインディーズシングルです。元気な掛け声から始まり、グループ一発目のツンク楽曲らしいキャッチーなビートが強烈です。2017年の実力診断テストではサングラス姿の橋迫凛ちゃんがこの曲を披露しキャラクター賞を獲得しました。将来性を感じさせる勢いを見せたいメンバーにとってはベストな選曲になりそうです。9曲目の念には念は拳ファクトリー初のオリジナル楽曲です。がなりを加えた力強い歌い方が特徴的。お披露目でぴょこぴょこウルトラを歌った可愛らしいイメージの新人メンバーたちをはじめとして、研修生がこの曲を歌った際のギャップは凄まじいはずです。自分の幅を存分に見せられるのではないでしょうか。10曲目のブギウギラブは柳川七海ちゃんと船木結ぶちゃんが初参加となったカントリーガールズのシングル曲です。多彩なメンバーを迎え、さらに広い表現を手に入れたグループの象徴的なナンバー。1曲で様々なキャラクターを詰め込めますし、ソロパートの多さも実力診断テスト向きです。また審査員の稲葉真中ちゃんがオリジナルメンバーということで、そこでのアドバイスにも注目です。ネットの反応、このニュースに対するオタクの反応を見てみましょう。張り上げ系エゴいな。てか研修生一人で歌うには難しい曲多くね。新人にとっては何よりもまず体力の維持が課題になってますね。浅野ちゃんは年々が合いそうやけどな。年々に人一倍魂込める吉田光頑張れ。新人研修生のポテンシャルに期待する声が多いようです。現役グループだとジュースだけ人気曲で浮いてるな。人気の差はともかく評価は得やすい曲であることは間違いなさそうです。恋愛奉行を選ぶ構想だな。最近の研修生はビヨーンズを見て育ったハロプロ新世代感がありますからね。特に美容太である西村樹ちゃんの選曲には注目。お茶人気ないから誰も曲選ばなそう。オーディションでちょっと情緒不安定夏を歌っていた大坪真奈ちゃんのことは忘れません。娘曲はウェイクアップコールじゃないのか。今回の研修生ってハロプロ最近知ったみたいなメンバーばかりだから、この選曲は厳しくないかね。娘にしたいのにすっごいわ嫌って乙女のジレンマ抱えてる子が出てくるな。グループが好きという理由だけでモーニング娘。楽曲を選び苦戦する研修生たちを毎年のように見ている気がします。こんだけあると被らないで済むのかな。全員ラブマシーンでいいだろう。ハロプロを表現するならこれしかない。同じ曲で審査するのが平等なのでしょうが、オタクとしては秋で評価が渋くなりがちですからね。ということで今回はハロープロジェクト研修生発表会2024春の公開実力診断テストの課題曲一覧が発表されたニュースについてお届けしていきました。今後はメンバーごとに選曲の発表や歌唱順の抽選などが行われるはずです。速報が楽しみですね。このチャンネルではハロプロの最新情報や見逃せないコンテンツをお届けしていきますので、まだチャンネル登録をしていない方はぜひ登録ボタンを押してくださいね。またこの動画が気に入ったらいいねボタンを押し、コメントでどの研修生に注目しているか教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。